京都殺密造事件発覚。さあ、私が冥界へ旅立ったあの日以来、カリオストロ城は歴史的文化遺産として保存される一方、忌まわしき過去の出来事を再発させないためのモニュメントパークとして一般に公開されることになった。忌まわしき過去の出来事だと？あの事件は昔の出来事なのではない。見よ、私の忠実な忍びであるゾドーが再び動き出した。私が探し求めていたものはローマ遺跡などという過去の遺物ではない。ジョドーよ、カリオストロ城の誠の宝を探し探し、私を冥界より呼び戻すのです。ようこそモニュメントパークカリオストロ城へ。カリオストロ城はあの忌まわしいゴート殺密造事件の記憶を風化させたくないというクラリス女王陛下のご意志により一般に公開されることになりました。でも堅苦しく考えないでくださいね。このカリオストロ城には面白いアトラクションがたくさんあります。心ゆくまで楽しんでいってください。さあ、パンフレットをどうぞ。このパンフレットはカリオストロ城内を巡る際のスタンプラリーの用紙にもなっています。公開されている各施設を回るとそれぞれの場所にスタンプが押されるのよ。スタンプが全て揃わないとクラリス様が幽閉されていた北の塔を見学することはできません。カリオストロ城でのあなたの行動次第によっては北の塔でクラリス様と会うことができるかもしれませんわ。ではまた後ほど。ようこそカリオストロ城へ。失礼ですが、お持ちのパンフレットを拝見させていただきます。おや、もしかするとカリオストロ城へお着きになったばかりなのですか？カリオストロ城内へお入りいただくためには城下町のすべての展示物をご覧いただかなければなりません。申し訳ありませんが、すべての展示をご覧になってからもう一度おいでください。高速艇のチケットを持っているのか？
このホテルといっても小さな民宿のような感じですけど、ここがルパンさんと次元さんがお泊まりになったところです。しかもカリオストロ伯爵の部下である影たちの襲撃を受けた場所でもあります。ルパンさんと次元さんがお泊まりになった部屋は特別展示室になっていますので、ごゆっくり見学してきてくださいね。いらっしゃいまし。あんたがもしこのカリオストロ城で運よくクラリス金貨を見つけたら、そいつを私んとこに持ってきたらいいよ。金貨の枚数分だけスペシャルブロマイドと交換してあげるよ。そうかい、まだクラリス金貨を見つけられないでいるんだね。まあ気を落とさず気長に探してみるこったね。私はいつでもここで待っているからさ。いらっしゃいまし。ルパンさんと次元さんがお泊まりになった部屋をご覧いただける宿屋はこちらでございます。はい、部屋の鍵です。203号室の鍵はお渡ししたはずですが、まだ部屋はご覧にならないんですかい？あんたがもしこのカリオストロ城で運よくクラリス金貨は全部で30枚あるって話だけど、全部集めるのはあのルパンさんでもなきゃまあ無理だね。困りますなお客さん、展示品にはお手をお触れにならないようご注意申し上げたはずですよ。え？この武器もルパンさんや次元さんが使ったものかって？その通りでさ。どうです、武器にまつわるエピソードをご覧になりますか？こいつは特別サービスですぜ。
どっちにつく。お宝でもよみがえるのかな。組んだのはただの玉じゃねえぞ。マグナムが効かねえぞ。
うちはカリオストロ城でも指折りの老舗の宿なんですよ。お楽しみいただけましたかな？カリオストロ城では手前どもの宿以外にも楽しいアトラクションが盛りだくさんでございます。どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。展示室はご覧いただけましたかな？またのお越しをお待ちしております。あんたがもしこのカリオストロ城で運よくクラリス金貨を見つけたら、そいつを私んとこに持ってきたらいいよ。金貨の枚数分だけスペシャルブロマイドと交換してあげるよ。おや、金貨を見つけてきたのかい。あんたなかなか運のいいお人だね。よしと、じゃこれはあんたのものだよ。ごめんよ、驚いたかい。なにね、土産物というのはブロマイドのことさね。見つけてきた金貨の数だけそのアルバムにブロマイドを貼っておいてやったよ。ブロマイドを見たくなったらアイテムの中のアルバムを選べばいいからね。